私の名前は赤穂邦子です。私の出身地は東京都です。生まれた時は渋谷区の代々木でしたが、生まれた頃は代々木のあたりも今のような状態では全然なくて、代々木公園も近かったですし、自然が多くて、今は国分寺におりますが、やはり周りの環境は自然の多いところですね。私の両親は、父は寡黙な人でほとんど声を聞いたことがありません。母は優しくて、すごく仲のいい親子でした。私がこう絵を描くようになったのも母が仕組んだようなもんですよね。はい。ほとんど国分寺の方なんですけれども、木登りとか秘密基地を作ったりとか、外で遊ぶことの方が多かったですね。家計は一応そういう落ち着きのない子で、ただ絵を描いてる時はすごく集中してたのを母が気がついて、たまたま中学の入試の時に女子美に受けてみるっていうことで絵の道に入った感じですね。12歳の時に藤田嗣治の追悼展に女子美に入ってから、母が美大に行ったんだから行ってみるっていうことで行って、初めて油絵の藤田嗣治の絵を見てすごい興味を持ったんですよね。それで油絵描いてみたいっていう話をしたところ、母がちゃんと用意してくれたんですよ。女子美という環境ですごいセンスのある人が多くて面白かったですね。学生時代は非常に楽しい時期を過ごしました。小玉先生に指示したのは、油絵をどう描いていいかわからないというところで、母が近所にいらした小玉先生に教えてほしいということで頼みに行ったらしいんですが、僕は弟子は取らないと最初は断られたところを、なんとか小玉先生のお家で描くようになりましたね。小玉先生が少し大きな絵描いてみるっていうことで、描いてたら奥に二課に出してみろ、入るか入選するかどうかは分かんないけどやってみるかっていうことで、別に自分が出したいとかそういうんじゃなく、先生の勧めで二課に出してみたところ、初出品初入選になってしまったっていう感じです。作品に向かう心の在り方についてはあまり何も考えていないことの方が多いです。書くぞっていう感じで書くんじゃなくて、普通に生活していてポッと浮かぶ感じ、そういうものが浮かんだ時に書く感じなので、その浮かんだものにより近づけるように書こうかなっていうことですかね。作品制作時に気をつけていることは、色合い、あとバランスと構図、割とシンメトリーな感じの構図が好きなので、眺めていても目に優しいというか落ち着く構図だと思うので、描き始めると結局は そんな感じに収まってしまうっていう感じですかね。思いついたものを描きたいように楽しく描いているだけなので、特にこういう表現をしようとかは考えていないと思います。絵の具は国産のホルベインとかそういったものです。ただ、絵を描き始めて油絵の筆だと思ってるように描けないことが多くって、これもやっぱり小玉先生なんですけれども、サインを描くときにすごく太くなって うまく描けなかったんですね。そしたら小玉先生がこれ使ってごらんっていうことでもらったのが水彩の筆で、
すごく描きやすくて、それからあの自分の表したい表現方法ができるっていうことで、うん、油絵なんかやめようと思ってたんですが、ハマったかもしれません。うん、作品のモチーフは人、動物、そういったものが好きで、ストーリーは考えますね。あのストーリーのある場面として絵を残したいわけだから、あのストーリーは自然に出てはきます、うん、なんでこういう絵を描くのって聞かれても本当にわからない。描いてて楽しい絵がこういう絵になっちゃうっていう感じで、いわゆる生物だけとか風景だけみたいな絵を描いて いても私は楽しくないので、こう、うん、今みたいな画風になってるのかな、よくわかりません。ただ ひたすら楽しいからだけなんですよね。楽しいと感じなくなってしまったら絵は描かないと思うので、続ける、絵が好きだからかな。それだけですね、はい。私1993年思って一度筆を折りました、でそこからずっと10年間書いていなかったんですけれども、2003年に恩師である児玉先生が亡くなって、まあ、あの考えるところがありまして、もう一度絵を描こうかなと思うようになったんですが、やっぱり10年何もしてなかったので、ちょっと試しに書いたのがティーブレイクなんです。でこれがうまくいかなかったら、まあもう絵はもう一度描こうという気にはならなかったんですが、まあそれなりに描けて、自分自身がまた絵を描くということの再出発になった絵で、やっぱり児玉先生が亡くなったり、っていうことでちょっとあの死をイメージした感じの絵になってます。でこれは先ほど、ティーブレイク、あれは一応、試し書き、ティーブレイクがエスキースとして、まあうまくいったので、30号という少し大きめの絵に、もう一度描いたような感じの絵ですかね。ただメイムにしたのは、今度前はちょっとお葬式とかあったりしたんですけど、それを抜かして、今回はピアノ上に寝そべってる人はちょっと夢見てるっていう、生きてる感じをイメージして描き直してますね、はい。もうこの絵はもうすごく簡単で、日本人でありながら、雅楽を一回も聞いたことないなとふと思ったことがあったんですね。それで日本楽者っつったかな、それの雅楽を一人で聞きに行って、その時の、感動を絵にした絵なんです。
で、うん、雅楽ってあこういうもんなんだって、生で初めて楽器とかいろいろ実際に見て、これは絵になるかもしれないと思って描いた絵ですね。私にとって芸術っていうのは、芸術とは全然思ってはいない状態ですね、うん、ただ好きな、表現したいことを表現する、 できれば楽しい、嬉しいそういう状態なので、そんなに芸術とかそういったものを考えたことはないです。で、人からこういう絵を描けとか言われても描かないだろうし、自分の描きたいものを描いてるだけですね。